上佐久クルリ藩の第九代の藩主。クルリ藩黒岳十代。嘉永二年四月八日、第五代藩主、能型の七男、次回西への彰福の長男として、江戸下屋邸で生まれる。文久二年ウルー8月十五日、第八代藩主、直和の養子となる。慶応元年五月一日、将軍、徳川家持におまみをする。同年十二月二十五日、 呂五医師だ、地区を守るに、上位イ人間する。慶応二年四月二日、直数が病気を理由に隠居したため、家督を継いだ。慶応四年二月、第十五代将軍、徳川義信が、上野官営寺に謹慎した時、坂木原正隆と共に、その警護を務めた。うる四月には新政府に教順した。明治二年六月二十日、藩赤奉官により、久留藩知事に任じられ、 明治4年7月の廃藩地検で免職となる。明治10年6月2日、隠居し、子がなかったため、義前の五に家督を譲る。後二2号は、宗義和の六つを、和氏を夫に迎えて、黒岳を継承させている。明治11年6月10日に別家した。隠居及び別家は、債務問題のためであった。晩年は、くるりで余生を送った。 大正8年11月29日に死去、去年71、一。いの総武氏は、津島府中藩総家第37代当主で、白尺、麗卓大学名誉教授、ありがとうございます。